来ましたね。あ、あら、どうぞどうぞ。あ、デイさん、バイチェック、新年一発目はやっぱこちらを。ありがとうございます。まさかの、新年一発目はまず、突撃バイチェック、デジタル編を。ありがとうございます。すみません。慣れてないわ。こちらはまず、いつ頃ご購入された？これは、はい、オーダーしたのは去年の3月ぐらいかな。で、届いたのが10月ぐらいだったかな。じゃあ半年ぐらい？半年そうだね。10ヶ月経ってないかなぐらいで届いたと思う。で、その後なんかちょっと鹿児島にお手伝い行ったりとかして、組むタイミングなかったから、帰ってきて11月の終わりとか12月の頭に組み終わったって感じかな、確か。ああ、なるほど。ちなみにブランドはどちら？フランセス。フランセスっていうところの、はい、はい、カリフォルニアのビルダーさんのハンドメイドフレームになります。はい。なんかモデル名とかはあるんですか？一応ね、ツーリストって言って、ビルダーの奥さん、本人も乗ってるだろうけど、奥さんが乗ってたりとかするようなフレームかな。一応モデル名はあるんだけど、僕の、サイズ、身長とか、体の、採寸を向こうに送らせてもらって、作ってもらってます。はい。なこれをオーダーするにあたってあるんですか？このモデルにした理由とか。あ、は本当はもう一個ある。その今野さんが最近ブログ載せたプラティパスっていうカーゴバイクも悩んでたんですけど、やっぱりちょっとなんだろうな、こういうフェンダーがついてて、こういうバッグ、四角いバッグついてるランドナーのスタイルが個人的に好きだから、まあ、それをできるようにしたって感じかな。IF のクラブレーサーもそういう風なカスタムで乗ってたんだけど、やっぱり向こうの方がなんか レースっぽい感じになるんで、ちょっとスローピングが僕のサイズに合わせるときつかったりとかして、なんか贅沢な悩みなんだけど、ちょっとスタイル的にもう少しここが上がってて、ここが長くてみたいな感じが好きなんで、それを叶えてもらえるようにオーダーしたっていう感じですかね。なるほど。はい。これもね、名前がしっかり。あ、そうなんですよ。ここにデジタルって入れてもらってます。これ別に言ったわけじゃないんだけど、一応名前を伝えてあるんで、多分ジョシュアさんっていう方なんだけど、が入れてくれてるっていう感じですかね。ね、もっとスペシャルなのはね、この、ちょっとアップで撮ってみるんで、このヘッドパッチをね。あ、そう。ヘッドパッチを、カスタムになるんですけど、お題を出したら作ってくれるんですよ。だからそれをすごい悩んじゃって、谷さんとか今野さんにも相談したんですけど、なんか谷さんはジオン軍のあれにしたらいいんじゃないかとか、ラピュタの家の家紋にしたらいいんじゃないかとか、で、上がったんですけど、まあ僕、去年、一昨年ね、買った、スクーターがラビットっていうスクーターなんで、それに合わせて、ラビット。にしてもらいました。今朝見てきたからね、ちょうど今朝ちょうど見てきたから、はい、パーツはホイールは新調して、新調結構 IF から少し乗せ替えの部分もある。いや、ほぼないんじゃないかな。クランクぐらいかな。コンポーネントも初めてカンパニオーロ、まあ言って、そうシルバーのコンポーネントがもう多分、まあ、シマノのね105とかはあるけど、うん、せっかくだからと思って、初めてカンパニオーロを使ってみました。なるほど。あ、いいですね。で、地味に自分のバイクでは初めてのハブダイナ。あ、そうか。そうなんだ。おうおう、すごい、やっぱ快適ね。みんなが言ってた通りだわ。ね、この、配線のこの、ここがね、なんかちょっとギャラシーっていうのだけ。すげえ汚くて恥ずかしい。そうそう。なんかこの、くるくる。ガイドがね。はい。あと、ここにね、もう一人彼女がいる。そう。これね。すげえ似てないんだよね、顔が。当時物の。ステムもオーダーだ。はい、で、ラックもオーダー。そう。なんか多分ね、ついてくるんかな。別にこれにしてくれってわけじゃないんだけど、うん、言った。ラックと、フロントラックとステムはデカラー付きで、デカラー、ね、付きで、お願いしますって言ってありますね。なるほど。
いつでも走る気持ちだけマッシュっていう。そう。どうだけ。もうやっぱトップチューブ長く作って短めのステムで、うん、デカラついてこういうバッグつけてるっていうのが結構なんか好きなポイントだったりするから。うんそうそう多分これも50とか60とかしかないはず、うんうん、なんか組に当たっての一番の気に入ってるポイントありますか？なんだろうなんだろうねけどもう本当になんだろうけどなんか一つこなんかそのブログでも書いたけど一つなんか僕なりの答えの一台になったから、うん答えらしい。そう、僕の好きな自転車は何ですかって聞かれたらこれみたいな感じ。どういう自転車が好きなんですかって聞かれたらこういう感じですって言ったら一番伝わりやすいかなっていうような一台になったんじゃないかなと思います。もちろん他の自転車も好きなんだけど。ちなみに、はい、なんかこの中何入ってるの？あ、この中今日もリアルな。あ、そうね。今日はまず横にね、これ今はゼイゲイストじゃなくてペリグリンって言うんだけど、と思うんだけど、このランドナーバッグ、U 字ロックが横入ってて、で今日は、もし今日早く上がれたら、今日もジム行こうと思ったんで、パッカブルサコッシュにジムの用品を入れてます。ね、シューズと、エニタイムフィットネス。着替えと、はい。なんで、行けたらいいなと、思ってます、はい。ぐらいです、普段は。そんな感じですかね。はい、これペダルマジで超おすすめだから皆さん。ソリューションこれ両片面フラット片面ビンディング、ちょっと距離休みの日距離乗りたいなってこっち使って、普段はこんな感じでいちいちペダル付け替えなくていいんで、はい、結構だるいんだよねその都度ペダル変えるの。たまに聞かれるんですけどフライトって痛くないですか？フライトね、俺も最初痛かったの。で、フライト芸人みたいなやつやったじゃん。ああその時トミーが、なんか、ああこのちょっと前に上げる感じ、こことここが水平になるみたいな付け方をすると、全然座り方変わりますよって言われて、もう一回チャレンジしたら、もうすごく調子いいから、僕の付け方が悪かったんでしょうね。なんで今すごい気に入ってます。はい、いいと思います。はい。そんなところですかね。そんなところですね。はい。お店にあるんで。そう、まだちゃんとしやすい。そう。あと実はね、もう一台。フレームで。あ、フレームでこれと。お店に同じのが。そう、同じのがあるんで。ぜひ、気になった方は。はい。あれ、ちなみに店頭にあるやつは、サイズどれぐらいの、はい、でね、僕と同じぐらい。だから、165から170いかないぐらいまでの方ぐらいまでだったら、乗れるんじゃないかなっていう感じだと思うので、はいはい、ぜひ気になった方はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、はい、よし、OK、はい、で新年一発目、今日はちょっと普段なかなか映らない、なるほど、裏側のスタッフ、なるほど行こうと思います。わかりました。なので、はい、初めちょっと行けたらやっぱちょっとおめでたの、あー、そうです、ウェブサプライさん、確かに。そう、呼んできてもらって。サプライさんを。ああ、知ってます。おめでとうございます。あ、サプライさん。おめでとうございます。おめでとうございます。さっきの入籍済みですか？あ、はい、もう、ちゃちゃっと。あ、ちゃちゃっと。ちゃちゃっとおかしい。ちゃちゃっと。もう、結婚式やんの？結婚式、わかんない。あ、特にまだ考えてないです。あ、そうだよね。はい。はい、じゃあ、バイクチェックです。あ、お付き合い、お付き合いいただいて。はい。ぜひどうぞ。はい。はい。こんな感じで。はい。はい。オンラインストアのサプライさんです。はい、よろしくお願いします。はい。川島ってついてたらサプライさんですか？そうですね。メールで川島って書いてたら、はい、この人がメール返してんだと思ってもらえると、はい、遅くなってすいません、いつも。いえいえ。まあ、サプライさんは、ブルーラグメカニックの中でもね、そうですね。ひねくれてるんで、もうバイクを随所に見ると、ひねくれてるのが、すごいわかるんですけど。わかるかな？はい。こんな感じです。まず、自転車の前に、突っ込み程度が、これだよね。あ、これね。ゲージの止め方。これどういうこと？
これ真ん中は切ったの、なくなったの。そう、あの元々ね、あのベロシティの、あ、これベロシティなんですけどね、これね。ああ、あれの真ん中なくしたの。そう、あのここついてたんだけど、 あれがちょっと微妙に著作が著作なくて、確かにこれならいくらでもいいよ。そうこれならいくらでも位置変えれるね。そう、締め込みすぎたらなんかあれちょっと調子悪くなっちゃったんで、あ、なんか代わりのねえかなと思ったら、これあの本所のあのフェンダーのステージ、ね、R クリップだ、まずこういうところからね。そうですね、はい、これでいけんじゃんってなりました。はい、あ、自転車はこれは、これはね、ね、アイビスの、いやいやって、そう、アイビスの魔女でそう、あの僕がそう、好きなんで、見つけてきて買ったんですけど、もうサイズとか気にせず買っちゃったんで、それをサプライさんに譲ったっていう感じです。そうね、でサプライさんならうまく組んでくれるだろうってことで。そう、譲られた後に、はい、あれなんかこれちょっとやばいかもっていろいろいろありましたけど、そう、ちょっとね、古いバイクなんで企画とかがね、そう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 、微妙に変な企画で、はい、ちょっといろいろ手こずりましたけど、ね、はい、ハンドジョブね、僕これのアイビスをずっと探してるんですけど、なかなかマイサイズで出てこないですね。これ情報があったら皆さんぜひこれね、これにしたいがために買ったような本ですね。そうそうそう、はい、で、はい、この前お、うん、去年一昨年のそうか、もうあれの時にも何て年末ベスト5みたいな時に言ったフォーク、うん、フォークね、そう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 、はい、昔のマウンテンバイクのフレームだから肩下、そうね、が合うこうフロントフォークっていうのがなかなか見つからなくて、僕もそれで進みづらかったんですけど、そうだよ、ね、サプライさんに渡した瞬間一発解決これでいっかっつってね。これ何のフォークですか。俺サーリーのミッドナイトスペシャルだね。まさかのミッドナイトスペシャルのフォークっていうのがやっぱり天才だなと思いましたね。ちょっとうろ店内うろうろしてたらこうなってあ、これ意外と短いしいけんなみたいな。そうそう、そうなんですよね。あとこのジャイアントデリバリーバスケットのステーを使って違うやつつけます、はい、そう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 、これね、わかるかな、これみんなわかるかな、ジャイアントバスケットについてる、そうステーなんですね。普通のゴールドのステーだと弱いから、そうなんだよ、ジャイアントデリバリーバスケットのステーを使って139を止めるっていう。そうです、ジャイアントデリバリーバスケットの方はあの家にあるあれね、クラストのカーブフォークの方についてる、はい、つけてます。すごい、やっぱ普段カメラ乗っけるから、ランジマンが、あ、そうね、カメラ乗っけるから、あ、そうそう、そうなの、そうなの、弱いやつだとそうむにゃむにゃになっちゃうから、いつもここにカメラ乗せてます。はい、そうですね、意外とでもこのね、あの純正、これ純正じゃないけどあの普通のあのステー付きのオールドもね、そう最近結構いいなと思って。ああ、そうだよね、なんか最近そのやっぱさ M1 つけてバスセットもさ、うんうんうん、あのいいんだけど、なんか普通にステー伸びてんのもかっこいい、ね、そうそう、なんか雑な感じで結構、うん、ね、なんか昔のメッセンジャーみたいな、そうそう、ニューヨークの、うん、かっこいいななんて。しかもこの間、そう、それ、あ、ごめんなさい、なんか話しながら全然あの金子さんがなんか昔ブログかなんかで、うん、あのメッセンジャーがなんでオールドつけてるかみたいな、うんうん、話した時に、あれはなんか、なんだっけ、なんて言ったらいいの、干渉剤じゃないけど、あ、ぶっかった時のバンパー、バンパー的な、バンパー、バンパー、本当にって言ってたんだけど、本当にこれも実はね、一回ぐしゃぐしゃになって無理やり直してるんだけど、そう、この間さ、そう、なんか段差越えようとしたら思いっきりこけちゃって突っ込んだんだけど、フレームは無事だったって感じ。フレームも無事だし、俺ももう全然なんか無傷で、バンパー的な役目もあるって感じ。そうですね、実感しました、マジでこれはで、これがネガティブヘッドパーツ ね、 あーね、これ今年流行るかもしれない。あ、絶対流行んないよ下が満点で上がね、神々の遊びこれやるだけで6万円コースね、そうですね誰にも気づかれない、そう、そう、頭悪いよな本当そうです ね地味にクルピック、あ、それこれいつかの誕生日ですよ、ね、はい、会社からいただいたっていう、いつかの誕生日にみんなで、はい、そうですね、皆さんからいただきました。結局シートポストいくつでした K は。ね、結局何だったかな、何だっけ、 28.6 とかだったかな。 28.6? あ、あ、違う、 26.8 って、いや、なんかすごい変なあ、いや、これ 27.2 だから、あ、そうなんだ、あ、太いんだ、 28.いくつだった気がする。僕じゃ決めなかったっすわ、すごいサプライズさんにあげてよかった。いやいやいや、ほんと、あ、あとね、この、あ、細かいんですけど、エンドのハブもね、これ実は135にしてエンドキャップを変えて、そうだよね、おかしいなと思ったんだよ、ロゴハブなんだけど、
DT でそんなキャップついてる。あ、キャップね。あるあるある。探したらなんかある。あ、そうなんだ。135にできるやつ。だから、もしノンディスクで困ってる方は結構もいけるかもしれない。3。ああ、そう。でも結構来るやつだもんね、これ。あ、でも240とか。多分クイック QR のやつだったら多分いけるんだ。あ、これ240ですね。240を135にしてるんだ。そうですよね。ちょっと意味わからないけど、はい、変な人ですね、はい、そんな感じですかね。あんまみんな真似しない方がいいちょっとまだ完成してないんでこれから。あ、そう、はいはい、まだまだで、すごいかっこいい。サプライズさんにあげてよかったよ。 ありがとうございます。いや本当にこんな美味しいバイクいただけて、はい、よかったです。いただけてラッキーです。はーい、そんな感じですね。はい、こんな感じで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あざーす。あざーす。これがよろしくお願いします。お願いします。カーネル。あ、カーネルです。カーネルです。お仕事は海外担当で。そう、じゃあカーネルさ、はい、せっかくだから英語でちょっと自己紹介して。ああ、そうだね。うん、ちょっと、はい、あの自分の生い立ち的なのと、そう、あとなんでカーネルなのか。あ、多分グローバルで見てるから。カーネル。What's your name? I'm Colonel, AKA Shin. I take care of the, I guess, international shipping and stuff. And yeah. はい。何言ってるか分かんないはい、はい、カーネルのバイク、これあれでしょ、正しい読み方はイベージョンです。そうなんですよ。エバージョンじゃないよ。エバージョンじゃないんで、イベージョンですね。ですと言いつつ俺もあのまだエバージョンって言ってるんですよ。いやいやいや、けどイベージョンね。イベージョンです。イベージョンね。はい、はい、これはカーネル自転車、これ何台目だっけ。これ1,2,3,4 台目ですかね。おお、すごい。そうそう、ちょっと今年は我慢しようかな。ハイペースで組んでますね。なんか、なんでイベージョンにしたの。なぁ、あのクラスと乗りたいって思ってたんですけど、いっぱいあるじゃない、他に。そうなんですよ、うん、あの乗れるサイズがあんのがこれだけそんなさ多分ちょっとわかんないですけど、あの他のモデルまたがったこともないし、あれなんですけど。で、これとリベンデルが2台。そうですね、クレムとフランク・ジョーンズです。なんか使い分けみたい、乗り分けみたいのはあるんですか。そうですね、もうでも最近これしか乗ってない。そうだよね、最近これしかそうなんですよ、見てないなと思うけど、まあ、けどすごいカーネルっぽいよね。ありがとうございます。そうっすね、カーネルはやっぱ海外のあれなんだって、グローバルの担当をしてくれてるから、こうやってね、なんかゆかりのある、あ、そうっす、ステッカーとかを貼ってるのがすごいカーネルらしいなって。カーネルスケートも上手なんで。いやいやいや、やめてください。そんなもう本当に大したことないんで。はい、やっぱちょっとね、エンジョイ勢、はい、スケーターっぽい感じがしますよね。そうそう、バンズのグリップが、バンズのグリップとかポイントですか。なんか今後こういう風にカスタムしたりとかあるの、はい、まあ、これでさ、去年はスイフトキャンプアウトも言ってたけど、そうですね、今、うん、ちょっと似合うかわかんないですけど、リアラックつけたくて。おー、いいね。あのスケートラック使いたいんですよ。あー、なるほど。そうそう、またちょっと最近スケボーし始めたんで、はいはいはい、なんかちょっと持ち運び、これにリアラックつけてね、スケートラックついてるのね。どうなんですかね、似合うすか、ね、全然ありだと思いますよ。ちょっとやってみようかなと、はい、はい、このアトモスフィアのバックのつけ方が僕はすごいあの、何も入んないですけどね手袋入れてるぐらいです、いつも。本当はここだよね。そうっす、けどここにつけるのも全然ありだなって思った。なんかそうっすね、いいですね。ありがとうございます。なんかある。お、ターネル身長どれぐらい。161になってました。やっこの間の健康診断で、バージョンも S サイズ。 S ですね。ちょ、全然あれだね。俺もさ、背大きくないからあれだけどさ、あの全然高身長の女の子だったら乗れるよ、ね、あ、全然乗れますね。確かに確かに、ありだと思います。はい、デジとオソロッチ、ダイナモライト。だからそうね、あ、色は一緒だね。そうっすよ、はい。通勤はどれぐらいですか。20分かかるかかからないです。そんな、そんぐらいか。そうっす、いいね。カオさんにもらったの、このブレーキレバー。なんか借り、あの貸してあげるよって感じだったんですけど
なんかもうそのままなっちゃいそう。忘れてそうだね。ちょっとそうっすね。直さない。あ、全然。いいんじゃない？買わないと。使っとけば。あ、違う、あった、あった。よし。そんなとこ？どこですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今日もたくさん発送してください。任せてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マークさん。おめでとうございます。お願いします。あ、いや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 。マークさん、バイクチェック地味に初登場じゃないですか。確かに。そうなんですよ。今までなんで今まで出てくれなかったんですか。いや、逆に。ほっとかれてるの。リアルな話、週半分ぐらいはこれですか。週、いや。週半分も。来てない。電車と半分ぐらい。そうだね。ああ毎日乗ってるのはクレム。ああ、そうね。お家でね。そうそうそう。送り迎えをそうそうしてるって感じで、これはあのお店に置いといて。まあでもまあそういう意味ではほぼ毎日ですね。ああ、そうかそうか。事務所行ったりとか。そうそう。あの荷物取り行ったりとかですよね。打ち合わせ行ったりね。あ、そうですよね。確かに確かに。マックスは、ね、打ち合わせが多いんで最近。そうね。外に行くことは、ね。はい。これはリベンデルのジョーアパルーサーですよ。今日紹介した中で一番長いんだよ。そうですね。どんぐらい経ちますよ。これは一番最初のジョーアパルーサ入館の時のやつですね。いつ？いつだ？もうそう思い出せないんですよね。5年は言い過ぎ？いやでも待ってるかも。そうですよね。うん、はい。で以前乗ってた、あれはディスクトラッカーから。そうですよね。そう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 。からパーツをほとんど移植してます。してる。うん、はい。よく知ってるじゃん。いや覚えてます、はい、じゃあモトライトは買った感じですかその時。いやでもこのモトライトも何回ついてました。モトライトはジョーのために買った。あ、買ったんだ。うん、ディスクだったからね。そう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 、ディスクトラッカーの時に使ってたホイールセットですもんね、これはね。そうそうそう、だからディスクダイザーがついてるっていう、そういうこっちゃです。あ、だこのホイこのハブなんかはもう10年選手とかじゃないですか。そう、あ、いやごめん、これね、はい、あれだわ、ホイールをね、ジョーで組んだんだよね。でしたっけ？そう。で、この後、はい、マウンテン乗るためにも、ディスクで組んでたんだよ。あ、なるほど。けど結局マウンテンが手に入らず、ほう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 。使い回してるんだよね。そうだそうだ。カラーでもな、同じぐらい、5年ぐらいか。そうですよね。ハブ気に入ってます。だから、あれですもんね、ヒルウッドの、BB も10年選手です、ね、そう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 、全然問題なく、ね、これ初めてフィルが BB 作ったっていう時からね。ファーストジェネレーションだ。うん、はい、でこのブルックスは50年ぐらいか、これ100年90年ぐらい。これカットしてますもんね。もうえカットしないです。えしてるでしょ絶対。しないしない。え一切してなくて、多分、はい、めちゃくちゃ今伸びてんだと思う。もうここですごい伸ばしてるから。あ、そう、うん、すごいっすね、さすが。もう勝ち切れそうね。勝ち切れたね。マックスさん、これで平気で去年のツイートキャンプアウトもじゃあ行くってなったらこれで行ってたじゃないですか。うん、だからすごいっすよね、そのポテンシャルが。あの何ですか、なその、ね、行っちゃおうっていう気持ちが、うん、なんか不安になりません？え、そう？僕なんかそのなんつうのね、なんか普段乗り慣れて、乗り慣れてないってあれですけど、あんましその乗ってないのでポンっていけるあれがすごいなと思って。あ、まあでも。だからすごいと思うんです。だからあの、多分そのキャンプに対しての、確かに。その、僕なんかキャンプ行くってなったら、やっべ、自転車めっちゃ用意しなきゃってなるんですけど、マックさんの、あ、キャンプ OK OK の、経験値の高さが、毎回すごいなって思わされます。ラックだけ取り替えてね。そうそうそう。ラックとパニアだけ取り替えてね。それがすごいなと。デイリーもそうだし、はい、そういうキャンプにも、そうね、うん、これ1台で済んじゃうから、はい、だもう本当これ1台あったら遊びも、はい、移動も何でもできちゃうから。年末掃除してましたもんね。しました。もうそういうタイミングでしかできない、ね、すごいピカピカだなと思って。さすがです、愛情を感じられます本当。この辺ね、情だけに情ね感じの情ね。サブちゃん見る、後ろのサブちゃん見る。今後とかコンちゃんにキャッチアップしてもらいたいんだけどね。あ、でもこういうのもね、なんか、かあなんかもう愛情じゃないですか、情だけに。聞いてるじゃん。
いやごめんなさい、マックさんの番、マックさんのターンだったっすすいません、すいません、本当に。いやもうまあこれがめちゃくちゃレアだよね。あーそう、これ羨ましいよね。だってちゃんと、ね、もうすごい、これ何ですか。これは、まあ、これはキングケージ。はい、これ なんで、俺多分入社前からマックさん使ってないけど、これなんでロゴ名前入ってるんですか。なんだっけね。いやこれね、2個か3個だけ入っちゃう。そうだよね。え、名前勝手に入れてくれたの。うん、まあ、いる、勝手に勝手に多分送ってきてくれた分が何かに、ローンさんが。そう、そうだっけ、なんかあれじゃなかったっけ、足利さんと谷さんかな、誰かな、そのナーブス行った時とかにさ、なんか作ってよみたいな話で作ってもらったんじゃないっけ。違う、そんな感じだ。これもうマックスさんが分かんなかったらもうみんな分かんないから、ね、て覚えてないな。これさ、非売品っす。あ、そう、2個か3個しか入ってない、そうだっけ、入ってないと思う。そうだっけ。ああ、でね、これそうそう、ショットベルって言ってね、ショットベルなんで、これでこれな、復活してほしいな、これね、これでね、クイッとウイスキー、ウイスキーでいいか、ウイスキーで何でもいいじゃないですか、をショットで飲めるっていう、うん、でこれナーブス会場とかだったよね、あのうんちくで、うん、ハンドルバーの先っぽからお酒が出てきて、うん、そうそう、これショットベルで飲める、ね、ハンドルバーのお酒から、ハンドルの中にお酒入れといて、やってたよね、へー、そうね、すごいな、ここに入ってる、プラスプラアメリカの人はすごいですね。らしい、らしいね、ベルですよね。まあこの自転車乗りながらいろんなアイデアが出て、ブルーラグのオリジナル商品が開発されるってことですね。そうですね。そうですね。はい。じゃあ気に入ってるポイント、この自転車で。気に入って、やっぱりもうこれ1台あればどこでも行ける、遊べる。おお。もうなんか一生乗れんじゃないかみたいな感じですね。そこが気に入ってます。どこでも行ける。マックさんこれでだってなんかトレイルも行ってましたもんね。トレイルも行くし、なんかね山で遊ぶし。すごいっす。楽しいっすよ。ね、こんだけ太いタイヤ入ればね。逆にあのね、通勤ちょっと。あ、まあ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 、まあ、そうっすね。ちょっと辛いっていうか、まあ遅いのがまあネックだけど、まあ急がずゆっくり乗ってるって感じですね。いいですね。うん。そんなとこですか。そんなとこですか。はい、はい、じゃあマックさんの愛情が感じられるジョーでした。ジョーだけに。はい、マックさんありがとうございます。ありがとうございます。